ってやってみますかね。で、プレイするとタイプカバー、キーボードカバーは結構邪魔なので外さないとダメですね。で、これ設定はまあ難易度はお好みに合わせてって感じで、ラウンドもそうですね。簡単必殺技とフォートガードは、まあ、最初のうちはこれオンにしといた方が無難だと思いますね。で、キャラクターは、まあ、僕はバルーンですね。コンピューター相手はあれですね、双子のユンヤンのユンですね。これで、これレバー後ろに入れたまんま SP を押すと溜まった時点でため技が簡単に出るんですよね。後ろため前、後ろため前というか前やらないで後ろためのまま SP を押すとゴロゴロのクリスタルローリングフラッシュが出て、しゃがめためだとね、こうサマーソルト出せるんですよね。ちょっとね、なんか動画でカクカクして見えるなと思うかもしれないですけど、これ、そういうものです。やっぱプリレンダーなので、全部のフレームキャプチャーしてるわけじゃないんで、まあ、スト2っぽく、コマが抜けてるんですね。で、セービングアタックなんかも、一応出せたりして。この特殊技なんかもで意味なかった。結構ね、これ真面目にやってるんですけど、結構雑なプレイになっちゃいますよね。やっぱ慣れないうちはなんかこう別のゲームやってる感じで。ウルトラコンボ、スーパーコンボもさっきみたいにこう簡単に出せるんですよね。ゲージを触れば出せるっていう。意外にこれ強い。怖い。溜め技出すの大変なんだよね。セービングアタック、バルがちょっと使いどころが難しいですね。起き上がりに重ねたりしたらいいのかな。あれぐらいしかできない。
これバルセロナアタック大変なんでしょうね。このバーチャルパッドでやる場合、溜めて上に入れて、その後パンチもすぐ押さないと攻撃が出ないんで。これも結構今まぐれですよ、ほとんど。投げがね、レバー横入れになってますんでね。本来のね、スト4は、同時押しで投げが出たはずなんですけど、小パンチ中、あ、小パンチ、小キック同時押しでね、出たんですけど、このチャンピオンエディションの場合は、昔の一つみたいにレバー横入れになってるんですよね。おお、コンピューターだから終わったかと思った。削れるかな。このウルトラコンボも溜めた状態で SP じゃないや、リベンジゲージか、この怒りゲージみたいに触ると出せるんですね。このね、対戦前の画面とかは結構オリジナルっぽく完成されてますね。このスライディングなんかもバルログは本当はね、しゃがみ台キックで出せるはずなんですけど、これレバー下入れキックとかで特殊入力系なんですよね。やべ、投げも難しいよこれ。相手だとね、この起き上がり重ねセービングが意外に。ああ、ダメ、繋がれた。これ親指痛くなりますよ、タメ系のキャラはね。結局一方向に入れっぱなしですぐこう開放方向へレバー入れなきゃいけないんで。結局このバルセロナタックについてはね、簡単操作モードでも溜めて開放しなきゃいけないんで結構難しい。逆方向に。やめ。一応ダッシュなんかもできるんですけど、ダッシュこれもパッドでやるの大変ですよ。特に12インチはね、まあ結構重いんだよね、画面下持ってると。普段タブレット持つとき画面の下の方持つことないですからね。おお、珍しく入った。投げもね、パンチ
レバー横入れで出せるんですよね。おお、危ねえな。ズボラなコンピューターだからこそ勝てた感じですかね。真下ため押しっぱなしでこの直進のやつで、ですぐ離してレバー横に入れ替えてなんかやればガルセのアタックになりますね。結構大変ですよこれ。バルグってね、一応空中起動操作もできるはずなんですけど、バーチャルパッドでやるのはなかなか難しいですね。止まってないとダメか。あれ？ああ、これなかなか決まんないよね、バルドはね。おお、入った。バルドはウルトラコンボよりもスーパーコンボだよ、だのみってとこがあるかな。これね、各登場キャラクターにライバル設定がされてて、バルログは美の探求者なので同じ美しいキャラクターとしてチュンリーがライバルキャラクターですね。格闘のライバルっていうのは美のライバルっていう設定なんですね。うわなんかすごい長い目やられた。おやばい。ああ長すぎたか。危ねえな。ああリベンジゲージが溜まってるな。リベンジゲージなくなっちゃうんだよね。おお。お、投げられた。おお。ゴロゴロはなんか小ゴロゴロしか出せないのかなこれ。小中強の概念がこのゲームがないからね。
まあね、このゲームは、まあ、アーケードゲームみたいなものなんで、エンディングって言ってもね、何のネタバレにもならないので、このまま続けちゃいますけど。オリジナルのラスボスって、ベガじゃなくて、セスでしたね、青白い。やべ、リバーサルで今のはもうごちゃごちゃ押してただけ。おお、入った。ああいうチョッケ。まあこんな感じで、なんかノーコンティニュークリアになっちゃいましたけど、結構ランク普通でもね、普通設定でもガチャガチャやってるだけで最後までいけちゃう感じ。お、そっかそっか、ノーミスクリアだとオリジナルと同じで号機が出てくるのかな。確かエディションによってはね、なんか竜が出てきたりするんだっけ。あ、これムービーですね。そっか、ここはキャプチャーしてるんだ。フリレンダーという感じか。やば、結構飛び道具頻繁に打ってくるキャラクターは大変なんだな。あれ？ボタン押せてなかった。あ、終わっちゃうのこれ。うん、あ、ラスボスは結構強いな。ああ、これ結構使えるな。おおおおおおお、おお、避けられた。おお、セービングアタックまで避けられた。
とは言ってもこれで勝てはしないんだろうな。あーダメだったセービングアタックで反撃しようと思ったけど、ちょっと体力が足りなすぎた。まあでもちょうどいい終わり方かな、まあ、こんな感じで一人用プレイをやってみましたと。